どうもこんにちは、太郎です。ついにリリースしました、ゆるキャンのアプリのゲーム、つなげるみんなのオールインワン、楽しみでございます。タッチスタートいきましょう。ちょっと出来がめちゃくちゃいいな、ハイクオリティな感じがして楽しみなんですけど。おい、なんだこれ、もうめちゃくちゃいいじゃん、いきなり。あ、ほんまやね、秋にしてはいい買い物したわ。何買ったんだお前ら。これね、秋リリース予定だったから、秋って設定なのかな。なんか伸び伸びて6月になっちゃったっていう。いいだろう。犬山さん、こんな感じかな。これあれか、マシュマロか。ちょ、巨大ななんか武器でも持ってんのかと思ったら、巨大マシュマロね。ええで。おい、チマリン、ここは一丁。ありがとう。なでしこは？うん、私は焚き火を堪能してからいただきます。斉藤さん、あんま日に近づけるとマシュマロ燃えるで。わかるよ。真っ黒になるよね。え、本当？意外と難しいね、これ。遠火でじっくりとが基本だよ。でもなかなか我慢ができひんわ。だよな。みんな可愛いな。やばい。もう実況者としてあるまじきなんですけど、もう喋るのを忘れちまうみたいな。なんか見入っちゃうね。かわいい。めっちゃかわいいじゃん。この世界。入っていいんか俺。俺カメラマン？なでしこが撮ってんのか。いよいよスタートかな？オープニングいい感じだったんだけど。ゆるキャンのすべてが、ここに詰まってるらしいので。アニメ見てるみたいじゃん。おお！何これ？突然のスタートなんだけど。松ぼっくりが喋ってる、これ。つなキャンようこそ。遊び方説明しますね。チュートリアル始まった？とっても簡単。ゆるナビを進めていくだけです。ゆるナビ？ここ左のやつか？ここだよ。ミッションに挑戦。やっぱね、ゆるくやっていきたいですね。ゆるキャンなので。ホームレイアウトから。どこだ？これか。ここだよさんが教えてくれるね。つなキャンはホーム画面で自由にキャンプサイトを作ることができます。テントを張りましょう。ここ？あ、ギアっていうのが道具ってこと？なんかこれ1000種類以上あるらしいよ。このギア。はい。テント建てるの大変なんだけど、一瞬で建ちましたね。つなキャンなら一瞬。チェアとテーブルを置いてみましょう。ここか。ありがとう。ここね。ここでいいのか？ローテーブル。永遠にここだよ、聞く。はい。どんどん行きましょう。いろいろ置けるんだ。オッケーオッケー。言わせねえよ、ここだよ。言わせちゃったわ。これ。はいはい。コヘル、バーナー。おー、すごい。あ、置けるのかな？これ本当にさ、いろんな道具のさ、好きな場所に置けるんだろうね。ちょっと自由度が高いかもしれない。かわいい。初めてのミッションクリア。ありがとうございます。ここか？さっき近くにいたワンコ、可愛かった。受け取りましょう。あ、これがメインストーリーってかミッション？日差し強、頭焦げそうだ。オッケー。おお。ソロキャンもグルキャンも。
どっちも良さがあるよな。再生。夜ナビ更新。どんどん行こっか。移動。つなきゃのホーム画面ではギアをタップするとみんながリアクションをしてくれます。ホーム画面でギアをタップ。あ、なるほど。この道具に反応してくれるってことかな。やっぱこの椅子、座り心地いいな。はいはいはい。夜ナビクリアしてストーリーを進めましょう。さっき近くにいたワンコ。受け取る。可愛かった。おお。今日は何作るかな？お、アニメだまた。これ何？アニメさ、最後まで見させてくれたりするんかな？このゆるい感じで。これで今日は焚き火やらなくて良さそうだ。めんどくさいし。なんかさ、ソロキャン楽しんでる感じしていいね。まあ焚き火なくてもいいかみたいなさ。気分とかめんどくささで、なんかそういうのを優先してやるみたいなさ。このゆるさ、いいね。やっぱり寒いんじゃない？何読んでんだ。超古代文明 X。 思ったより期間。でも焚き火はな、火起こしめんどくさいし、煙臭くなるし、火の粉飛んで服に穴開くし。焚き火嫌いか。焚き火するんじゃないこれ。夜ナビ。おいおい、焚き火か。クラフトから作成することができ、あ、ここで道具作れるんだ。オッケー。作りたいギアの設計図を選ぶ。焚き火？燃えやすい木材。クラフトしてみましょう。なんかすげえお金みたいなのいっぱい持ってたよ。大丈夫？お金持ち俺、もしかして。ありがとう。オッケー。ここだよ。やっぱね、焚き火は醍醐味だからね。ストーリーを進めましょう。受け取る。焚き火すんのかな？俺覚えてるよ。松ぼっくりでしょ。こんにちはするんかな？再生。次の夜ナビ、まあ、第1回目なのでね、模索しながらやっていきましょうね。このゲームの実況の仕方。焚き火設置。やっぱ目の前かな。焚き火はこれか。ここかな。ファイヤー。チュートリアル続くね。さっき近くにいたワンコ。可愛かった。ここ。ここ。ここだよ。これさ、どうやって出会うんだっけ、この後。それちょっと覚えてないな。楽しみだな。この時間を夜にする。いよいよ夜。出会っちゃうんじゃない？移動。どうやらこの夜ナビってやつがあれだね。メインストーリーみたいな感じなんだろうね。あー、夜固定。え、すげえ。あ、なんかこれ自由なんだ。夜のキャンプがしたかったら夜にしていいよってことね。夜になりました。あー、なんか夜ばっかりになりそうだな。朝もいいけどね。
あ、ランタンを置くっていうのが見えてるよ。ランタン作るのかな。確かにギアのさ、右側がさ、まだ、あ、クラフトするの？片付けましょう。はい、わかりました。片付けはどれだ？これね。わかりやすいね、アイコンが。これも片付けるの？コップが良くないか？ここらしい。片付けたわ。綺麗になった。ランタン置きましょう。ギア。あ、あったね、これ。ここで。いいんじゃない？おっせー。やっぱこの椅子、座り心地いいな。ストーリー進めましょう。ソロキャンもグルキャンも。ほい。どっちも良さがあるよな。受け取ります。再生。ホラーだったね。びっくりしちゃったわ。こんな出会い方あるか。よくあれで仲良くなったな、そこから。次は料理を作ってみましょう。マジで。カップ麺とかじゃなくて。飯作んの？めっちゃ。いろいろ作れる？まさか。あ、でも素材不足だ。カレー麺作ってください。カレー麺どこ？これね。料理の？これね。OK、調理。おいおいおい、謎のなんか所持数が99,900いっぱいある。いいっすね。成功！カップヌードルだった。やっぱりカップヌードルだったわ。はーい。食べたらなくなったりするんかな？それとも永遠に食べれるやつ？レイアウト。いや。うまそう。やっぱ夜中なんだよね、今。ミスったわ。動画撮る時間。し。まだセミが鳴いてる。死んでます。ゆるなり。受け取る。オッケー。貸し切り状態。貸し切り。シーズンオフ最高。いいですね。つまり今日山梨に引っ越してきたばかりで自転車で富士山見に来たけど疲れて横になったら寝過ごしあ、置いた置いたよ。そりゃ風邪ひくよな。なんか火を大きくしてあげて優しいね。ソロ以外でキャンプしたことないな、私。誰かとキャンプするってこんな感じなのかな。二人になっちゃうんじゃない？おお、マジか、ついに。ゆるなび？人増やすのどうすんの？俺。ホームで一緒にキャンプをするメンバーやコスチュームはコスチュームで設定できます。どこだ？レイアウト？お、あった。あ、な、服変えれんの？あ、参加。あ、なるほどね。なぜしか参加。来い。なるほど。ここで服とか変えれるんだ。テーブルにぴったりで、いいチェアだよね。参加。あー、5人にもできる？何にしよう。ストーリー進めましょう。あ、ランク2だ、俺。初心者。受け取る。
悔しい。これ第1話が終わるぐらいのところまでできたらいいね。ありがとう。それでチュートリアル終わりなのかな。カレーメン、カレーメン。どうなんだろう。いただきます。あ？ん？お姉ちゃんの電話番号知ってたよ私。思い出したの。あー、これお別れかもしんないね。じゃあ迎えに来てもらって。記念撮影。そんなのあんの。これでオッケー。これで行くぞ。おお。はい、チーズ。はい。ああ、こんなんできるんだ。スクショとまたちょっと違う感じ。動画撮ってるときさ、スクショできないんだよね、実は。嬉しいわ、ちょっと。こんなんなんだ。はい。向こうってどうなってるんだ。ここ。すごいここだよしてくれるけど、あれだね。もうちょっとなくてもいいかもな。動画でも見て。多分わかるよ。現代っ子は。うちのバカ妹が。回収。本当にお世話になりました。これ、終わりです。マジで？あ、いや、別に大したことは。1500円以上の価値ありなんじゃない？こっち怒られた。あんた持ち歩かなきゃ携帯電話とは言わないのよ。ほら、さっさと乗れ豚野郎。いて、いて、お別れ。おやすみなさい。風邪ひかないでね。おやすみなさい。ラーメンがキウイに負けた。変なやつだったな。戻ってラジオでも聞こう。ちょっと待って。さっきから気になってたけど、あんた、ん？なんか煙臭いわよ。焚き火。およよ。ローテーブルにぴったりでいいチェアだよね。お、なでしこが帰ってない。UFO って本当にいるのか。ゆるなび。お、なんかいっぱいある。たくさんありますね。あ、これ何？まだ続きがあるのか。コスチューム、あ、ついにガチャが。カフェオレ入れるけど。なるほど。今からガチャなんだ。じゃあもうこの辺までがチュートリアルみたいな感じかな。で、今回これぐらいにしときましょうか。で、次回はガチャして、リスマラッコできるのか。ちょっとそのあたりも含めて、やっていこうかな。準備終わり。と思います。じゃあね、ちょっとずっと楽しみにしてたゲームなんで、リリース初日からやってみました。楽しみですね。これからもちょっと緩くやっていきたいと思います。では、今回これで終わりにします。よければ、チャンネル登録、高評価、Twitter フォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。めっちゃ喋んじゃん、君ら。バイバイ。すっきりして。